はい、グッディバルーンカンパニーの金さんです。いつもありがとうございます。登録者の方も500人を超えました。本当に本当にありがとうございます。ちょっとずつですが、ゆっくり確実に増えていますので、子どもたちのためにもね、頑張ってあげていこうと思っています。よろしくお願いします。今日は、春に、もってこいのものを作ってみたいと思います。使う風船は全部で4本です。白と黄緑、黄色とピンク系ですね。で、何を作るかというと、桜のリースを作りたいと思います。まず、白と黄緑を膨らませていきます。これほとんど膨らませます。このぐらい、ちょっと空気を抜いて片手で結びます。片手の結び方っていうのはだいぶ前の動画の方に詳しく説明していますので、よかったら見てくださいね。とても楽にね、風船を結ぶことができますから、すごくね、楽になります。これも同じぐらいの長さに膨らませますね。この2本の風船を使います。まずは、一緒に右利きの方はこういうふうに持って、左利きの方は反対に持って、ここを引っ張って、必ず引っ張りながら回します。引っ張ると風船が擦れないので割れにくくなりますよ。ちょっとした裏技ですね。これをかなり引っ張って、ここに巻きつける。もう一回引っ張って巻きつける、ま、これピンチツイストなんですけども、そしてツイストしていきます。僕のやり方は、いろんなやり方があっていいと思います。で、僕のやり方はこう、自分の手前に来た風船を上にキュッと上げて送り込む、こっちが送り込む、来たものを上げて送り込む、で、次の風船を持ってきて送り込んでいくということを繰り返していきます。これをこういうふうに繰り返していきます。これ慣れてくるので、やっていくうちに分かっていただけると思います。ここできたら、これを丸くします。この時にどうするかというと、こっち側の1人とこっち側の1人を一緒に回すということです。友達を作ろうねって子どもたちにはいつも言っています。これと、例えばこれと黄緑同士を持って1回引っ張ってます。黄緑同士を引っ張って優しく回すと、もうこれほどけません。で、こういう駒、端下は、まあ、長さが揃ってたらいいんですけども、まあ、気にしないでいいですから、慣れてきたら長さを揃えたりしてください。これも引っ張ってやるとこうまとまってくれますから、こういうリースができますよね。で、次に、桜を作っていくんですけども、桜はこのぐらい、あまり膨らまさないです。そして黄色はですね、長くてもいいんですけど、もし不良になったものとか切った後のもの残りがあったら、もうこのぐらいあったらいいので、そちらを使っていただいても大丈夫ですから、長くはいりません。長くいるものはまた後追って紹介しますね。少しだけ空気を入れて結びます。で、今度は桜の花びらを作るんですけど、こうやって一緒に持ちます。持って引っ張ってます。引っ張って同じ長さになるように引っ張ってます。これ中に1回入れると安定するので、風船の首を中に1回入れてみてください。そしたらもうほどけないですからね。で、次に膨らます、次にこうツイストしていく風船をひねって引っ張ってます。これを5回繰り返します。回してこれを引っ張ってます。ちょっとセンターが徐々にずれてきますから、こういう時にたまに1回回したらいいですよ。で、最後にもう1回回して、これ余りです。これアイアイカッターで切ります。アイアイカッター、とても指が入らないからとても安全で便利です。ハサミはね、ちょっと危ないので、あんまり使わない方がいいかもしれないですね、もしかしたらね。これを整えていきます。正面に向くように整える、こういう形になります。さっき膨らました黄色い風船をここしっかり引っ張る、これコツなので、しっかり引っ張っていただいて、で、これも普通にこうやるんじゃなくて、しっかり引っ張ります。ここ親指で押さえながらしっかり引っ張る、しっかり引っ張る。そうすると
花びらができますよね。でこれあといらないからこれ切っときましょうね。こういうのは取っといてまた次に使います。僕は使っています。もったいないからね。はい、できました。でこういう残ったものを使ってここにつけていくんですけど、これもやっぱり同じように引っ張ってぐーっと引っ張って回します。そうするともうついてくれるので、これで出来上がりですかね。なんかこう春のイベントとかいろいろなシチュエーションでなんかこうね、かぶってもいいし飾ってもいいし、かわいいでしょ。春にもってこいの桜のリース、ぜひ作ってみてください。とても簡単にできます。それではグッディーバルーンの金さんでした。トルクよろしくお願いします。レジストレーションプリーズ。またね、バイバイ。